ますよね。熊本のチャンネル、高橋教えです。私は今阿蘇市にやってきています。今日ご紹介するのは熊本でもとってもおすすめの絶景スポット、空筆の桟橋です。で、今日はなんとじゃじゃーん、カメラで雲海を撮影したいと思います。行ってみよう。熊本のチャンネル。で、今日は地元のカメラマンさんに雲海の撮影の仕方を教えていただくわけなんですが、ちょっと出てるよ雲海、すごいの、ご覧ください、見て、綺麗ね、感動的。いや、雲海ってこうやって撮影しに来てもなかなかお目にかかれないことが多いんですよ。まあ、いろんな条件が重なって出るんだけれども、雲海ってまずは気温差、そして湿度、あと風が少ないこと、この条件を満たしてないとなかなか出ないんですよ。持ってます、嬉しい。熊本のチャンネル。いらっしゃいましたね。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。今日は、はい、雲海の撮影の仕方を、あ、私ごときでよろしいですか。はい、教えていただければと思います。おっしゃることはできませんけど。いやいや、とんでもないです。一緒に楽しみながら撮りましょう。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。狙って撮れるもんじゃないから。やっぱりそうですよね。そう阿蘇にお住まいでも、うん、なかなか、うん、なんか自分の用事がある時とかに出たりとかね、もう今日は撮りに行けると思うような時には出ないとかって、結構そういうケース多いです。荒木さんの過去の映像でお届けするんじゃないかとか思ってたんですけど、こう撮影に来て撮れるってなかなかないんですよ。ラッキー、嬉しい。雲海スポットって県内にもいろいろありますけど、うん、この空筆の桟橋ってどういった特徴がありますか。ここはね、普通だいたい大観望とか、が多いんだけども、ここはねちょっと低いんですよ。だから雲海との距離が近くなるんです。確かにそうかも、うん、だからこう遠目でこう上から下を覗き込むよりもここの方が雲海が近いので、うん、なんかそういう意味ではね、また違ったイメージが取れると思いますね。上を歩けそう、歩けないけどね。そこから飛び込みたいとかいう方がいらっしゃる。熊本のチャンネル。この雲海なんですが、どんな機材があれば綺麗に撮れますか。もう今はね、スマホの性能も上がってるからスマホでも全然問題ないんだけど、やっぱり細かく描写をしたいと思うんであれば、やっぱりそれなりに、最低限の準備してほしいものがあります。やっぱりまず最初は三脚。やっぱり今こういう風にちょっと明るくなってきた時はね、手持ちでもいいけども、まだ暗いうちから撮る時はやっぱりどうしても手ブレが押したりとか、シャッタースピードが遅くなってシャッターが開いてる時間が長くなるので、やっぱりどうしても手持ちではブレちゃうっていうのがあるので、まずはやっぱり三脚が必要ですよね。カメラをちゃんと乗せて自分の撮りたい絵をしっかりと構図の中に決めて、で撮るっていうことぐらいね。なるほど、うん、じゃあ最低限まあカメラとあれば三脚もってことで、なんでこういう一眼レフで撮影するパターンと、で今日はみんなにも撮影しやすいようにスマホでの撮り方も2つ教えていただければと思います。熊本のチャンネル。正直最近なんかスマホの性能が良くって、スマホでばっかり撮影してたので一眼久しぶりだな。もうすぐね、日がほらもうすぐ上がるの分かります？うん、構図を3分割に割って、はい、その中で、はい、3分の1までに抑えて、
あのね、もう今だと多分手持ちでもいけると思う。いけそうです。おお、綺麗。なんかクリームみたい、あのクリームみたい、ケーキのクリーム。要は露出は空で撮れって言うんだけど、今日ちょっと雲がないので、はい、あの山の稜線と、はい、あの空との境界線あたりに、はい、そこにピント持ってきて、あーなるほど、撮るとあの意外と露出は合ってくる。スマホで撮るときはやっぱりあのさっき言ったようにちょっと手ぶれっていうのがあるから、うん、あの手持ちでやるとねちょっとあれだから、そこのまあそういうこう手すりがあるでしょ、うん、そういうところに逆に乗せて、はい、でこれでちょっと広角とかしてみたらこう両方とれとかね、ここに固定して、はい、スマホだと、まあ、iPhone とかだと画面をタッチして、ちょっと暗い部分とかに触ってと、矢印が右から太陽のマークが出てくるから、でそれをちょっと上に上げて自分の好みの、明るさに持ち上げてあげる。太陽をこう、あのこのカメラに入れないようにして、あ、体で太陽を、そうそう、うん、そうするとこういう風な、あー、いいですね、うん、人物で太陽を隠してシルエットでね、うん、っていうのが面白いですね、うん、友達同士でこうやってとか、うん、で、はい、入ってます、うん、あ、ちょっと待って、もうちょい右側に手を触れる、オッケー、今のとか、オッケー、ちょっと待ってよ、あ、そう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 、こういうのとかね、例えばですけど、カメラマンさんとしてこの明日の環境ってどんな場所なんですか？毎日パッと目覚めると語学があってて、それは確かにそれでね普通の状況なのかもしれないけども、でもやっぱりその中にも、今日なんか空の色が違うとか、あ、今日山の色がちょっと違うねとかっていう、そういういろんな変化があるので、だからそれはそれでやっぱりあの写真家としてやっていく上ではやっぱりそういう感性っていうのは大事にしたい、その感性をやっぱりこうくすぐってくれるのがこの朝かなっていうふうに思います。絶景とコーヒーです、もう幸せですよ、一段と美味しいです、最高に贅沢な一杯だと思います。